この実況を見るときは、部屋を暗くして、画面へ近づいてみてくれよな。というわけで皆さんどうもね、こんな画面になっていますが、皆さん今回は、告知というか、宣伝の動画になっています。私が入っているゴジラ好きというこのコミュニティですね。PS4 のコミュニティ。PS でいいのかな ?PS コミュニティでいいのかな、ビータでも入れると思いますんでね、よかったら、このピクケンさんっていう方にね、よければ送ってもらって、まあ、誰でもいつでも入れるような感じになってると思いますんで、よければね、皆さん入ってみてください。そしてですね、ここのいいところを皆様にお見せしましょう。まあね、俺がこうやってね、録画したら、ね、こうやってね、書きますんでね。はい。まあ、俺ともコミュニケーション取れる場所となっています。そしてですね、こうやってね、みんながね、写真を撮ってね、アップロードしているんですよ。はい、こうやって、ジェットジョイアが足からビームしているような、このかっこいい姿。ね。こういうセンスのあるね、あの写真をね、どんどん貼っつけてくれるんですよ、皆さん。はい。これを見ながらいつもお酒飲んでるんですけど。ライオン?おお、ライオンじゃん!すげえ!これすごいね。これまた高価な縦紙。ライオンって立派な縦紙ですね。お、これはスーパーメカゴジラ、三式気流、そして初代メカゴジラという感じで全員ビリビリな光線出してますね。黄色の、へえ、かっこいいね。こうやってね、顔が映ってないのね。デストロイヤね。うん。一応映すか?一応映すか?もう、デストロイヤすごいな、これ。よいしょ。よいしょって引きずってんのかな?これな。うん、てかもうアンギラス死にかけじゃん、これ。いやー、こういうの見てるだけで面白いからね。はい、こうやってみんなのね、センスのあるね、あの、独特な、その人が撮る、あのね、モスラの丸焼き。燃えてますね。しかもこれ100メートルやん。これ100メートルやん。なかなか強いじゃん、こいつ。いない?どういうことだ?おっと。おっと、なんか奥の方でパシャッとなんか倒れてんのかなんかわかんないけど、水しぶき上がってますね。そしてヘリじゃねえ。飛行機が3体。GMK。GMK。心霊写真。このセンス。いや、まあ今回はね、こうやってぬるい感じの宣伝動画です。皆さん。すいませんね、バトル動画じゃなくて。あとこうやってね、勝った時のね、勝利シーンとかもね、みんな普通に写真撮ってね、乗っけているんでね。新バニゴジ。お?あ、これセンスあるな。え、めっちゃセンスある。これ、シンゴジラ見てる人ならわかると思うんだけど、一番最初に放射熱線入った時のあれですね。うわー、いい再現度。かっこいいね。いやー、もうこうやってね、みんなどんどん貼っつけてくれるから嬉しいよね。もう、たまらないよね。何これ?何これ?あ、異世界行ったのか。え、すげーな。何この手抜き。やば。やっちゃった。あ、これあれか、事故か。やっちゃったな。しかも一人死んで助けが来ないと。これはやっちまったな。いやー、面白いですよ、こういうの見てると。お、ビオランテ。おー、かっこいいですね。まるでフィギュアのようにね。あ、ちなみにフィギュアの機能性。ん?光る?スカイダイビング？ん?なんかこれあれだね。なんだっけ。カイザーギドラになる前なんだっけ。あ、モンスター X。あいつにちょっと似てますね。これヘドラか何かかな?ね、多分これヘドラっぽいよね。輪っかが出てるね。最後。お、なんだなんだ。最初最後。お、最初。ご覧ください。おなんか楽しそうなことしてんな。でんぐり返しでもしてんのかな。最後。どうなってんだい。意味わかんねえ。
逆立ちできたよみたいな感じなのかな。逆立ちの練習してんのかな。いや、うん、なんだこれ。いやー、こうやってね、面白いね、画像とかいろいろ。お、更新されたのかな。あ、更新されたね。今からパーティー入りますか。あー、すいませんね、ちょっと今動画撮ってるんですいません。あ、まあ、今後ね、入ろうと思ってるんでね、待っていてください。だって今入ったらもう録画したまま入っちゃうからね。もうこれこそサプライズだよね。前言ってた通りね。1975年みたいな。みたいな。1957章。すごいね。ゴジラがすごいことになってるけど。ダダをこねるメカキン。お、見てみたい。これでちょっと最後締めようかな。俺これやってたら多分ずっと続いちゃうから。スクリーンショットを保存しましたが、すげえ邪魔なんだけど。はい、というわけでね。良ければね、皆さんね、このゴジラ好きというこの PS のね、コミュニティ良ければ、興味がある方は、別にね、ゴジラ好きな方なら誰でも入っていいのでね、ゴジラの VS のソフト持っていなくてですもんね、持っていなくても俺とも話せるし、ゴジラ好きの写真 見れるし、ゴジラ好きと一緒に話をしたりとか輪を広げることができますんでね。まあ近場の人だったらね、よかったらオフ会とかできるんじゃないですか、こういうところでね。ゴジラ好きな一緒にね、奴らとね、つるんでね、なんか飯でも行ったりしたいよね。うん、で語りたいね。語りたいね。うん、で一緒に2018年のゴジラ見に行って、でその一緒にグッズ見てどれ買おうかなって悩んでさ、ケンさん何買うんすかみたいな。いや、俺これだと思うんだけど、あ、私もなんですよ、みたいなね。でもこれ残り来ないからどうしよっか、みたいな。たわいもない話でね、盛り上がりたいですね。はい。まあ、そういう夢を持ちながらもね、まあ、今後もゴジラベースの実況を続けていきたいと思いますので、よければ、皆さんね、まあ、PS4 やら、PS ビータ持ってる方で、ゴジラ好きな方がいましたら、よければね、このゴジラ好きというコミュニティに入ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね。まあ、告知動画でした。皆さん最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。